どうも、鬼越トマホークです。よろしくお願いします。りょうちゃん、謎かけできる？謎かけ。謎かけできる？だから解説したら終わりなんだよ、謎かけってのは、お前。だってめえ、おめえがやってきたんだろうが、ふざけんなよ、おい。お前さ、お前、大喜利とかさ、謎かけとか、お前全然できないくせに上から言ってんじゃねえよ。だってめえ、お前やろうぞ。お前、あれだろ、2ちゃんに酒井大喜利できねえって書いてあったぞ、この野郎。うるせえ、お前コメントでな、お前、金ちゃんが、酒井の邪魔するなって書いてあったぞ。金ちゃんつまんねえだろ、黙ってるだって。いや、お前の彼女なんで知ってんだよ、俺は。ふざけんな、お前じゃねえ、てめえ。ふざけんなっつってんだよ、お前。お前の彼女だって知ってんだよ、俺は。書かせんな、喧嘩やめてください。喧嘩やめてください。うるせえな、お前、収入上がってきてんのに金返さねえってクズ芸人の域超えてんだよ。あと本当思ってないと思うんですけど、しくじり先生に出た時にもうパチンコやめるって言ってたのに、その3日後に新宿のパチンコ屋並んでたの俺見ちゃったんで、本当にそういうのやめた方がいいと思います。いや、本当あの件に関しては本当すみませんでした、本当ということで、今日のゲストは空気階段もぐらです。鈴木もぐら、お願いします。どうも、鈴木もぐらです。お願いします。なんかお前、しくじり先生でさ、はい、奥さんと子供と別居してるって言ったけど、なんか最近一緒に住むこと決まったんだろ。そうなんですよ。それは言っちゃっていいやつなの？これ全然大丈夫なやつです。じゃあ、で、もしかしたら幸せを取り戻そうとしてるわけだ。そうですね、もうまさに今その幸せを取り戻す最中のことですよ。でもさ、一応お前のことずっと可愛がっては来たんだけどさ、はい、なんだろう、最初に借金を返してから引っ越すのが筋なんじゃないの、お前。確かにな。まあ、そうですよね、まあそう思われる方もいると思うんですけど、うん、いや、まあ、みんな思ってんだよ。思われる方とかじゃなくて、結局やっぱ借金はやっぱ借りてる側と、その貸していただいてるその債権者の方とのそのまあ約束というか、うん、とこじゃないですか。でもさ、本当にね、まあ今いくらあんだ、正直に言え、今いくらあるかもう言え。いつも嘘つく、ついてるか、はぐらかしてるから。嘘じゃない。違う、一桁台まで言え。いくらぐらい誰に借りてんの？ねえ、俺もぐらさ、俺あんま詳しく知らないけど、誰に借りてんの今？いや、まず、その金融会社半分ぐらい。金融会社ね。うん。はい、で、デリヘル、僕、デリヘルで働いてたんですけど、なデリヘルで働いたの？うん。電話受付やってたんですけど、うんうんうん。まあ、その時の社長にも借りてます。ああ、まあな。で、あと、まあ、無料案内所で働いてたんですけど、うん、無料案内所の時の社長と店長からも借りてます。なるほどね。あと、歌舞伎町のカラオケバーの社長からも借りてます。なるほどね。で、まあ、あとは、まあ、同期の芸人。なんか有名な芸人はいないの？芸人からはでも、まあ、ほとんど同期ですけど、うん、でもまあ先輩でいうと、それこそあのデニスのゆきおさんとか、ゆきおちゃんね、一番借りちゃいけない人だよ。いや、だから本当にデニスのね、ゆきおいるでしょ。はい、ゆきおは本当に元本当反社会的勢力だから、ゆきおってのは本当の危ないよ。ゆきおちゃんは、うん、あのゆきおちゃんってね、お前は、はい、陽気な部分しか知らないけど、あれ、ブラジリアンマフィアだから。どういうことですか？芸人やる前ね、金ちゃん、芸人やる前、ゆきおちゃん、どこで働いてたっけ？西麻布よ、西麻布。西麻布で働いてたハーフって、もう、マフィアだから。反社。うん。だ西麻布の、なんか、バーで働いてたんですよね。バーテンやってたんですよね。バーテンやってた、もう。いやいや、大体みんなさ、それごまかして言うじゃん。西麻布でバーテンやってたって。はい、一応予想ね、予想だけど、予想でね、西麻布のバーでプッシャーやってた、うん、多分
流してたんですか。流してた、うん、バーを拠点にして。だから、うん、俺らは同期だから結構ゆきおと話した時に言ってたよ。もぐらの野郎がなんか結構でかい金がまとまって入っても俺に一切返さないから、もぐらの家族から全員メキシコマフィアの殺し方で殺してやるっつった。勘弁してくださいよ。うん、確かに僕も一回だけ、まあお前には何もせんから安心せえよみたいな、お前の大切な人間から消していくからなって言われたことあるんです。いやだからもう、それもやり方よ、うん、だから本当にホアキン・グスマンとかの殺し方よ、本当に。カルテルの、そう、ネットフリックスでしか見たことない殺され方するんだよ、お前の家族から。地上波で流せない殺され方ですよね。だからゴミ袋を頭にかけられて、ね、はい、結ばれて、鉄の棒に結ばれて、で、あの、鎖でこう車とあの一緒にこうやられて、ダーンって車走っていって、首ぶっ飛ぶから。アウトレイジの殺され方だから。いや、ですよ。いや、その前にモグラ何に嫁をスローセックスで抱くってこと。このスローだね。あのスローセックスたまんないよね、本当に。いや、いいですね、あのシーン。もう俺はネタに入れちゃってるもん、好きすぎて。まあアウトレイジ、やっぱアウトレイジはやっぱワンが好きだな、俺も。うん、あ、そう、ね、いや、いや、あれアウトレイジ好きだなじゃないんだよ、りょうちゃんよ。あれね、もぐらはさ、いくらなの、いつもちょっとはぐらかしたりする。リアルな額ちょうだい。借金いくらぐらいだっつったっけ。リアルに言うと、でも、まあ、利息ありますからね、もう750とか。いろんなとこにその借りてるから、はっきりと分かんないってことでしょ、言ったら。もう分かんないです。はい。だから、お前に貸してるよって言われたら、もうそれ返すしかないです。じゃあ、お前借りた記憶なくても、俺らがお前に貸したよって言ったら、はい、返してくれる可能性あるってこと？あります。いや、もうこれ以上は。お前、だからさ、これ、言葉悪いけどさ、無遊病みたいな感じ、無意識に借りてる時あるってこと？いや、ほんとにもう、やっぱり借りて返して、もう返さずにそのまんまになってる人も多分いるかもしれないんで。そうそう、メモとかつけてないの、メモ。なんか、いろいろ重なって結局メモもなくなっちゃったんで、だからもう今お前からいくら借りてるよって、もう言ってください。そしたらもう返しますから。いや、これ見たやつ言ってくるぞ。でも、もうちゃんと返せるんだな、それは。返します。いや、だからあれよ、モグラ。本当に、まず、返して、一番返してほしい優先順位を決めて、収入が上がってきてるんだったら、もう1万円ずつでも返した方がいいよ。やっぱ、風の噂でお前のギャラとかもさ、入ってくるのにね。で、いや、こいつもらってんのに返してないんかいって、やっぱ、芸人思ってるから、みんな。だから、その、確かにね。社長とかはいいよ、別に。うん、まあな。社長とか待ってくれる。芸人から嫌われたらおしまいだから。芸人に返そう。大体、俺らも、同じ仕事してんだから、大体この仕事がギャラいくらだなとか分かるから、ね。まあそうですね。来月、再来月ぐらいからですかね。いや、もういいって。もう、本当にクズの言い分じゃんだって、それ。絶対、何かしらさ、まだ今返せるよなって言ったらさ、毎回言い訳するもんな、もぐらは。本当に。まだやっぱ、どうしても、洗濯機だけちょっと用意させていただいて。洗濯機だけじゃねえよ。洗濯機ないとやっぱ生活できない。洗濯機だけ用意させてもらったら、あとはもうお返しする。その引っ越しにいくらかかったの？引っ越しに。引っ越しは、うん、でもあの、それも社長の、要はカラオケバーの社長が紹介してくれたんで、うん、はい。収入が全くないんで。よく審査通ったな、お前。審査も通してくれたんですよ、その。ああ、社長が。ちゃんと俺の名前で審査出して、うん、で、そしたら、まあ、あの、相手方も、その僕が芸人ってことも知ってて、それでも、まあ、ちゃんとやってくれるんだったら、よっていう、その付き合いなんでってことで、やってくれたんですよ。芸人として知ってるってことは、お前の芸風も知ってるわけじゃん。もう、不安しかないだろ、こんなに借金まみれのクズ男さ。まあでも、最悪、でも、モグラだけじゃないからさ、奥さんと子供もいるから、その逃げるわけがないみたいなことじゃない？ああ、まあまあ。もう最悪、最悪ほんとね、あの、息子の名前は言っちゃって大丈夫なの？これ。息子の名前大丈夫です、はい。だから、辰丸だろ？辰丸。
辰丸、ね、うん、ラーメン屋みたいな名前だろ、あのなんか地方にありそうだね、ラーメン辰丸。だからさ、辰丸がやっぱね、まあまあお前らの夫婦にも仲良くやってほしいんだけど、辰丸には何の罪もないから、やっぱ最悪もう本当生活苦で育てるお金もないってなったら、あの金ちゃんが引き取るから、辰丸。金を勝手に決めんな、おいな、うん、一応金ちゃんの奥さんはまだ、まだね、はい、お子さんいらっしゃらないんだけど、あの母乳はもう昔から出るのよ、はい、どういう体質なの。びっくり人びっくり人間じゃねえんだから、うちの子嫁な。だからその母乳を無駄にしたくないから、俺が飲むよ無駄にしたくねえんだよ、全然俺が飲むよ、そんな。この間話したのよ、鬼越トマホークで、もしモグラの息子がもう育てられなくなったら俺らで育てようって言って話して、でね、もう、はい、あの本当にモグラの辰丸をもうスーパー毒舌 YouTuber にあの育てるから3歳ぐらいの時からもう悪口とかばっか俺らが教えてね、もう毒舌を全部教えて、で、もういろんな芸能人切るように3歳ぐらいからしていくから、そうそう、で、そしたらめっちゃ稼げるからね。もうラップとかも教えて、もう最強のフリースタイル、あのフリースタイラーにするから、 R してみたいな。あ、それ、あ、でも毒舌はヒップホップで最終的に使うんですね。そう、芸人はやらせない、やっぱり儲からない、芸人は稼げないからさ、うん、もう、はい、だからお前にお金を貸した人がさ、逆にもう辰丸を育てる権利いただけるとかね。いや、ちゃんと返します。そうならないように、それはもうちゃんと返しますから。お前ちゃんと育ててんの、辰丸は。え、久しぶりに会ったんだろ、お前。いや、久しぶりに会ったんですけど、ほんと半年ぶりぐらいに会ったんですけども、会ってすぐにパパーって言ってきて、嬉しいね、それ。パパ。それ、パパ、誰に代わりてるのとか言わなかった。言うか、そんなの。え、でそれもう、あれ結構喋れるんじゃない、ちょっと喋れるんじゃないパパとか。だからもう今、いろいろ喋りますよ。まあ、車見たら全部救急車って言います。車のこと。かわいいね、でも。え、芸人とかそういう。のは理解しないでしょ、芸人って仕事とかそういうのは。全くもって、まだ動物とかっすね、だから理解してんの、車とか。あ、何食べんの、ミミズとか食べんの。モグラじゃねえか、それ、本物の。俺の息子、ウニとか食ってますからね、もう。あ、もう魚介類とか食えるんだ。うんうんうん。すごいね、でも今、普通にご飯食べてますよ。なんか、モグラよりいい生活してんじゃない、ウニとか食ってさ。いや、そうなんですよ、ウニとか、あと。北海道なんで、なんかその本マグロとか。いや、いいな、めちゃくちゃいいな。ホタテ祭りみたいなとこ行って、うん、ホタテいっぱい食べたり、あと英語の肉とか食ってました。だからあれだろ、要はさ、英語の肉なんて、要はモグラはさ、モグラは千葉の旭市で生まれてさ、はい、で、結構貧乏だったけど、奥さんは北海道のお金持ちなんだろ、いわゆる。まあそうですね、いわゆるその、まあ、いや、お前、逆玉乗ったってこと？逆玉。ああ、そうだね。それで言ったら。ちょっとダメだ。金ちゃん、俺もさ、モグラと仲良すぎてさ、ちょっと、金ちゃんはそこまで交流ないから、ちょっと聞いてよ。金ちゃん、まあ、でも俺も視聴者が気になるモグラへ。うん、そう、モグラへ。ちょっと俺に喋らせていくよ。いや、ちゃんとね、あの、コメントでやっぱ批判が上がってるんです。鬼越トマホークチャンネル、適当すぎてあんま面白くないです。そういうさ、あのコメント読むのはいいけどさ、その一個一個そのマイナス意見がかなりさ気にしてるよね。褒められるのすごい嬉しいんだけどさ、マイナス意見の方が覚えてるって人間なんだよ。だからその漫才やってる時にさ、みんな笑ってる中でも笑ってない人がすごい目についちゃうこと。ああ、そうですね。これはすげえわかる、うん、いや、あいつ笑ってねえんかいみたいな、うん、いや、だからまあわかるよ。まあでもそういうのも大事だね。だってさ、お金払ってきて笑ってないって相当な事件だよ。いや、そうだね、確かに。もう笑いたくて来てんのに笑えてないんだから。俺らがコメディハラスメントみたいなことしてんだから、正直。米払。だからもう、つまんねえのずっと見せつけてるってことでしょ。この一個の質問、ちょっといろいろあんだけど、いっぱい。これだけ本当に俺が聞きたいことあって。はい。新宿のパチンコで並んでたじゃん。ね。
しゃべくり先生じゃねえや。しくじり先生。しくじり先生でもうギャンブルしませんって言った放送の3日後ぐらいにさ、はい、俺新宿歩いてたらさ、ええ、あのたまたまだけどそのパチンコ屋の行列があって、はい、不意に見たらもうモグラが立ってたわけよ、そこにね、並んで。はい。ね。あれってな、マルハンス、あんま言うな、お前。その店の名前は。あれは何だったの、一体。光とか、朝だったじゃないですか。9時過ぎとか、うん。すごい強い光を浴びると、うん、そのパチンコ行きたくなっちゃうんです。クズは。光を見ると、もう。光を見ると、はい。まあ、本来さ、本来、モグラっていう生き物は光を浴びちゃいけない生き物だもんな。モグラ。はい。もうお前、ギャンブルやめれないんだったら、俺はもうここで死ぬぞ。いや、やめてください。いや、りょうちゃん、やめて。りょうちゃん、やめて。あの、全く関係ないから、あなた。モグラ。りょうちゃん、りょうちゃん、その、その毎回 銃出してくるのなんか爆物太田さんみたいだからやめて毎回銃出してくる、うん、太田イズムを太田イズム継承しようとしてるでしょ、うん、そう太田さんもまぶたしだから俺らはもうじゃあもうもぐらさ一応今はやめてんのギャンブルあやめてますよあの1回だけ自粛直前だったでしょあれもあれそうですねもう1週間前ぐらいの多分自粛の1週間前ぐらいまあだから別にやるのはいいんだけどさ、やっぱもうその、しくじり先生で言ったその直後だったからさ、はい、やっぱりなんで並んでんだろうってやっぱ思っちゃったからさ、それは。え、ちょっとさ、金ちゃんさ、これね、うん、やっぱこんだけ俺らがクズ芸人っていじってるけど、ちょっと生い立ちを説明してほしいよね、視聴者に。なんでこうなっちゃったのかな。これさ、一つ、うん、そうだね、まあ、気になるのもさ、うん、鈴木もぐらって言ってるけど、本名なんなの本名、鈴木